吉田さん、沖田博之さんっていうね、俳優の方いらっしゃるんですよ。で、確かね、10代の頃からもうすでに主役級の役をやっていて、デビュー作が確かね、金八先生の突っ張り役なんですよ。で、顔もかっこいいし、結構自己主張するような役だったんで、毎回のように出ていって、まあ一応ね、突っ張りの役で騒ぎを起こして、で、最後はいいやつになるみたいなストーリーなんですけども、で、そっからね、レコードもいっぱい出したりとか、まあ、いろんな番組に呼ばれたりとかしてるんですよね。でいつかその沖田博之さんも年齢とともにこう魅力が変わってきて、なんかね呼ばれなくなってきたり、他の新しい若い人たちがデビューしてきてライバルが増えたりとかして、なんかこう見かけなくなったんですよね。である時そのなんかどっかでねお亡くなりになってるっていうニュースを聞いて、それが原因ははっきり分かんないんですけども、身内とか親戚の借金問題だったんじゃないかなと。要するに沖田博之さんご本人は借金をしてるわけじゃなかったんだけど、保証人かなんかになったか、もしくは身内の人の借金を埋めるためにちょっと無理してお金をね工面して、でその頃は芸能界の仕事あんまりなくて結構忘れられてるような感じだったんですよね。でそのお亡くなりになる数週間前に、わずか数週間前にね、なんかトンネルズかなんかの企画でビリヤードのなんかうまい芸能人みたいなので沖田博之さん出てて、本当なんかね一流のプロぐらいの腕でテレビで見せてくれたんですよね。だから多分芸能界でちょっと仕事がなくなったんで、ビリヤードの方で食っていたのかもしれないなって想像するんですけども、やっぱね、デビュー作が一番ピークだったですからね、そっからなかなか難しいところがあったり、それから芸能人って結局呼ばれなければ仕事にならないんですよね。で、妙な事務所の縛りがあって、勝手な活動とかできないんですよ。いわゆる直営業、闇営業ってやつは最近ね、聞くようになりましたけども。だそういうので、結構窮屈な思いされてたんだろうなと思いますよね。だから芸能人ってね、有名なはずなんだけど、その有名になったアクセスも所有できないっていうね、ところがずっとあったんでしょうね。最近は変わってきましたけど。だから、30年前とか、芸能人で有名になっても自分の発信とかは許されなかったでしょうね。要するに事務所とかを通さないような利益っていうのが直接その芸能人タレントに入るっていう道はなかったんで、ね、なんで有名になってブランド力がついたかっていうと、全部事務所のおかげでしょっていう解釈をすればまあその通りなんですけども、なんかねそう思うと芸能人といえども一人の人間、個人が個人として切られないような、まあ、そんな矛盾とか、なんかねいろんな規約の狭間に苦しんでいたのかなと想像するんですよね。まあでもそう考えると、まあ、私たちね全然有名じゃない単なる底辺 YouTuber もこうやって自分で仕事を生み出して自分でこう生き残り続けることができるっていうのはまあ幸運だなと。誰の許可もいらないですしね、誰もなんか邪魔するものはいなくて、邪魔するものがもしあるとしたら自分のサボり癖とか自分の、能力のなさとかね、自己育成のいわゆる怠慢とかになってくるでしょうね。だからこう生き残っていく人ってやっぱこう自分を育てれる人、自己育成ができる人なのかなとか思いますし、しかもそれもねそんな高いレベルじゃなくていいんですよ。なぜならほとんどの人が自分のこと育成してないから、ちょっとやるだけで人の上に立てるんですよね。本当になんかこう、ぼーっとして1日終わって、でいつの間にか1年終わってみたいな風になっちゃうと、多分ねさっきお話した YouTube の講師としてデビューしたんだけども稼げずに、なんかね転売のセミナー人の上やつ受けてるみたい なんかそういうことになっちゃうかなと。やっぱこう稼ぐこととかが染み付いてないくちゃいけないし、染み付くまでは根性を抱えてやるしかないですよね。でいつ転落するしか分かんないですから、反動もでかいと思うし、だからなんかこう詐欺師によってダメになるんじゃなくて、自分のその情報の受信力とか咀嚼力とか、それから騙されてもさらに稼いでいくみたいな、そういったあれじゃないですか、根性とか魂じゃないですかね。まあ、これからもなんかお互い生き残っていきましょう。いってらっしゃい。